C の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。 C の代表の篠崎です。今日は篠崎さん怒ってますよ。なぜ怒ってるかっていうとですね、昨日久々にテレビを見たんです。この動画見てる方若い方多いんで、多分テレビあんま見てないと思います。僕もほとんど見ないです。ただですね、昨日ちょっと夜遅く帰ってちょっとテレビパッつけたんですよ。そしたらですね、すごいですね。感覚的に言うと、日本は戦争しています、戦争しているんですみたいな感じですね。とんでもないこうざわついた雰囲気の中で、大丈夫なんですか、ただいま速報が入りました、何々県で、何人目の感染者が確認されましたみたいな感じなんですよ。コロナウイルスですよ、コロナウイルス。このチャンネル見てる方、それから僕年代がギリなのかな、よくわかんないけど、テレビあんま見ないですよ。ネットでいろんなことを見てるじゃないですか。テレビ見てる世代って多分僕はもうね、僕より上の方だと思うんですよ。50代、60代、70代の方だと思うんですよ。この人たちは多分テレビの情報がメインなんで、テレビの情報にかなり流されてると思うんですよ。そのテレビの情報っていうのがあんだけ、もう日本がもうこんな暗くなっちゃって、ただいま速報で感染者があと何人とかね言ってる状況を見てるじゃないですか。ティッシュペーパーなくなりましたとかね、やっぱり不安になりますよね。あのテレビの、あの電波から不安とかなんかそういうのがこう異様な雰囲気が伝わってくるので、僕らそれ見てないじゃないですか。で、見てないからそんなに世の中どうなってるかっていうのはよく分かってないっていうか、まあ大変なんだろうなと思ってるけど、だからその一部のですね、テレビで情報を得ていらっしゃる方がぼーっと化してるのに、僕ら巻き込まれないのがすごく大事だと思うんですね。日本の報道、まあ、見てた時に一番良くないなと思ったらですね、比較報道をされてないってことです。比較報道っていうのは何かっていうと、例えば今回コロナウイルスはこういう感じですっていう、で、実は他の病気はこうですよっていう、あ、びっくりした、しょうがない、こうですよっていう比較がされてないってことなんですよね。で、どういうことかっていうとですね、僕が比較しますとしたら、コロナウイルス今ですね、感染者何人ですか、200何十人とかですね。で、今3月、何日だっけ、今日、6日です。でね、あのコロナウイルスでね、お亡くなられた方、本当にあのご冥福をお祈り申し上げますが、あのクイーン・エリザベスでしたっけ、あの豪華客船にねいた方が5人お亡くなりになりましたけども、まあ、ほとんど高齢者の方で、まあ、疾患があられた方です。疾患っていうのはですね、腎臓系の疾患の方みたいですけども、多分6人か7人かぐらいがお亡くなりになってると思われます、っていう報道されてるわけです。しかしですね、あの昨年のねインフルエンザのデータがあるんですよ。で、これはね、僕妹が看護師なんで、インフルエンザとかノロとか本当にまずい、やばいよっていうの話をですね、高齢者施設とかで蔓延しちゃうとっていうのをもともと聞いていて、でうちの兄弟もですね、高齢者施設で働いてたこともあるんで、もうインフル蔓延すると本当にもう死んじゃうって、バタバタ死んじゃうっていう話をね、されてたんですよ、うちの兄弟がですね。で、そのデータなんですけど、インフルエンザ2018年お亡くなりになった方3325人、1月に関しては1685人亡くなってます。1ヶ月ですよ、1ヶ月。じゃあね、これこのデータを例えば流すじゃないですか。そうするとですね、テレビはですね、そのコロナウイルスに対するその不安を煽れないわけですよ。だってそうじゃないですか、インフルエンザ1月だけで1685人お亡くなりになってるわけですね。で、コロナウイルスは今のところと 5、6人ですよね。そうすると比較対象にならないから、コロナ平気じゃんってことになってしまうわけですよ。で、報道できないのかしないのか分かんないですけど、じゃあインフルの方が危ないですから、インフルの方の予防をしてしっかりやってもらえれば、コロナも必然的に防げますから、みんないつも通り毎年やってるようなインフルエンザの予防をしましょうと。で、特に今年は、まあ、コロナっていうなんかよく分かんないの入ってきてるから、マスクね、特に電車とかそういったものの中ではマスクしましょうねみたいな報道で僕十分だと思うんですよ。で、かつもうちょっとプラスにしてば、インフルエンザで毎年幼いお子さんとか、
腎臓系の疾患のある方、それから高齢者施設に入っている、体の弱い方は、年間で3325人お亡くなりになっておりますと。コロナもですね、そういった方の死亡者例もあるので、コロナはもうインフルエンザと同じようにしっかり予防に気をつけましょうねっていう報道でいいと思うんですよね。なんでわざわざあんな不安を煽るのか僕不思議でしょうがないです。それにその日本の首相って安倍さんじゃないですか。何安倍さん学校をね休みにしてんのっつうで、これはね偉いなと思ったんですけど、何やっても安倍さんの前で批判も称賛もされますけれども、全国で400ぐらいのですね、小中学校がですね安倍さんの言うこと聞かないで学校やってるんですよ。埼玉県は多分全部休校になってるかもしれない。川越市は3月26日までは休校なんですよ。3月26日までってことは、そこから春休みに入るので4月6日まで休みってことなんですね。で隣の埼玉市は3月16日か17日かみたいなところで一回区切りますよっていうふうに言ってるんですよ。その方が一回1週間で区切りますよ、まあ俗に言うそのインフルエンザがね学級閉鎖になる時と同じで、インフルエンザ学級閉鎖になると多分その3日とか4日とかが閉鎖になるじゃないですか。それと同じで今回コロナウイルスでこういうのが厚労省からね、通達があったので、まあ、とりあえず今週いっぱい、様子見てみましょうって言って1週間休みにするとかっていうのが正しい情報だと思うんですよ。正しい措置だと思うんですよ。何川越市3月26日まで休みにしてんのっつうの、子供たちどよめき立ってるよ、喜んでて。夏休みよりならいいんだよ、それは喜ぶでしょう。しかもですよ、1年の一番最後にねカリキュラムを終わりにしよう、追い込んで終わりにしよう、しようみたいなね時にね休みになったら、今年のカリキュラム終わらないでしょうよ。どうすんのよこれ。いやおかしいってこれね、本当にね、今ね日本がなってる状況っておかしいよ、おかしい。だってさ、インフルの方が危ないのになんでコロナの報道ばっかしてんのよ。比較対象がなんでインフルじゃないのよ。おかしいでしょうよ。普通の風邪です。僕が、いろんな情報を取ってみても、もし僕ら普通のですね健康な人間がコロナに感染しても出る熱は37度ぐらいです。4日間、熱が出たら4日間病院に来ないでくださいって言ってるんですよ今。僕もこれこの前知ったんですけど、4日間変な話病院に行かなかったらもう治っちゃってるわけですよ。治っちゃうから来ないでくださいって言ってるんですよ。インフルだって4日で大体治りますよ。大体1日か2日か3日ぐらいで熱下がりますからね。コロナにかかって熱が出ても4日間は病院に来るな。信じられますか。だから多分今この患者数が200人とか死亡者が5、6人とか言ってますけど、多分もっと半端ないいますよ。普通の風邪ですから。しかもですね、インフルは38度以上熱出ますけど、コロナに関してはですね熱37度ぐらいしか出ないって言われてるんですよ。出ても37度5分ぐらいだって言われてるんですね。下手したらうちの真ん中の子なんか37度あってもピンピンしてるんで多分気がつかないですよね。ちょっと咳が出ますとは言ってますけどね、咳出てますよ、うちの子。普通ですって。何こんなねおかしなね報道されてるんですか。もしねこれ、まあ、誰も見てないと思うけど、テレビのねそのテレビ局 の、 そのテレビを作る方がね見てたら、よく考えてほしいのは、こういう報道をするからテレビから若者がみんな離れていくっていうことなんですよ。結局自分の首を絞めてることなんです。で安倍首相、そういうことをやればやるほど経済活動ができなくなるので、経済活動ができなくなればなるほど日本の首を絞める、日本の首を絞めるってことはあなたの首を絞めるってことなんですよ。ほんとね、考え直した方がいい。日本の報道なんで中国の報道なんか信じてんのよ。おかしいって。何千人も亡くなったって。この人たちはね、変な話、日本でね1年間で3325人インフルエンザで亡くなるわけですよ。そしたらね、コロナウイルスでバーってこう冬にバーって流行って、で1ヶ月で例えば、1000人ぐらい亡くなりました。だって昨年の1月で日本でインフルエンザ亡くなってるのが1685人ですからね。だからコロナウイルスが、まあ、インフル的な感じになって、1ヶ月に1000人お亡くなりになりましたってあり得る話なんですよ。インフルエンザだとしたら普通なんですよ。だからね、本当に変な報道に流されないで、正しい情報を自分で得るっていうのがすごく大事。それからデマに流されないこと。だってティッシュなんてなくなるわけないでしょうよ。4日で日本で作ってんだよ。本当
当に勘弁してもらいたい。あのね、せめて若い人たち、僕ら、僕は若くないけど、テレビの情報に流されてない人たちは冷静に行動しましょうよ。お願いします。冷静に行きましょう。いつも通り、何も変わらない、いつも通り経済活動もさせてください、仕事もさせてください、学校も行かせてください。お願いします。